皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。アメリカのファーストフード店タコベルにお菓子が出ました。辛そうだし結構期待してます。それはこちらです。タコベルファイヤーの紹介です。タコベルのファイヤートルティアチップスですね。 Never a dull moment。 こちらはこういう感じです。後ろの方ではタコベルのファイヤーのことが書いてありますね。タコベルの新しいトルティアチップスファイヤー、サクサクカリカリ辛い味が詰まったトルティアチップス。値段は1ドル25セントでした。日本円で130円ぐらいです。この炎の絵がね結構好きです。でパッケージのデザインがタコベルのソースパックのデザインですね。ワクワクするし見てるだけで熱さを感じますね。タコベルの一番辛いソース、その香りがします。真っ赤っかですね。ものすごく辛そうだ。いただきます。美味しい。最初食べた時ホットソースとトルティアチップスの味がするんですけど、辛さが後の方から来ますね。喉がヒリヒリしています。本当にファイヤーですね。2回目食べるとかなりやばいです。いっぱい食べるとやばいことになりますね。舌が痛いです。ちょっとだけ汗がね出てきました。点数は100点満点です。ファイヤーっていう感じはちゃんとします。で普通のトルティアチップスとは違うんだっていうのをねちゃんと見せています。辛さもいいしヒリヒリ感もいい。ちゃんとタコベルのホットソースの味も含めてるのが超嬉しかったです。一番好きなのは辛さとヒリヒリ感でした。こちらはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。タコベルファイヤーの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。